だから自分の体に穴開けちゃうんだ。135,484、あなたに費やしたこれまでの金額です。何もかも。エイペックスはマッチングアプリ。ああ、自分今324ダメージっす。すごい。自分まだ18ダメージ。あ、全然気にしなくていいっすよ。あ、アシストとかもらえてます？はい、アシスト3なので。あ、よかったよかった。あ、多分自分の後ろついてって、激論の敵とか撃ってもらえれば、まあ、結構ポイント稼げると思うんで、もう全然気にしなくていいですよ、マジで。優しい。ありがとうございます。問い合わせしよう。135,484。ねえねえ、これ何の数字？突然 LINE どうしたの？これが何の数字だかわかりますか？あなたに費やした、これまでの金額です。なんかパパ活女子に対して、今までお前に使った金返せって言ってくるおじさんみたいな。これが何の数字かわかるかな？交通費、ご飯代、プレゼント代含めた全ての額です。もう会ってくれないと言うんだったら、この額をいついつまでにこの口座に振り込んでください。お願いしますね。時々ツイッターのおすすめで回ってくる。どんなのおすすめされてんだよ。たまたま回ってきた時に、なんだこのツイートって思ってクリックしちゃうから、あ、お前こういうツイートが好きなんだって思われて、多分おすすめでいっぱい出てきちゃうんだろうね。エピソード話して、あ、基本的にエルは痛い、苦しい、辛い、結構全然プラスの考えとして受け入れられるタイプなんですけど、例えばなんかピアスとかを開けるのってそういう感覚に似てるんですよ。ピアスを開ける時のなんかドキドキとか、なんか今から自分の体に穴開けちゃうんだみたいな、すごい興奮する。あまりにも痛すぎるとあれなんだけどね。とか献血の時もそんな感じだった。あー、今から私血抜かれるんだみたいな。どうしよう、それで血抜かれすぎて貧血になったりして倒れちゃったりしたらとか、あー、なんだか考えただけでめまいがみたいな。好きな人と別れる時にピアス開けてもらいたい。うわー、それ相手から振ってたらさ、絶対その穴塞ぎたくなるけどな。うわー、いいんだそれ。逆になんか自分の好きな人にピアス開けてあげたいとかは違うのか。私が今このピアッサーをそんなこと考えてるやつにお前にピアッサーは任せられねえよってなるかもしれないけどさ、私がこのピアッサーを少しでもずらせばみたいな。ピアッサー穴とかじゃなくて生涯一生消えない傷になるかもね。まあちゃんとするけどねっていう考えもある。まあ自分がなんかそういう M 系な考えがある分、全然逆にもなれる気がする。全然2位まで待っても、あ、すいません、今ボイチャー入れました。あ、全然2位まで待ってもいいです。結構厳しいんで、全然2位まで待ってもいいです。で、そこは、ドアロックできてるんで、後ろの、ドアロックできない方のドアを見ましょう。一旦は、背中で、守れるんで、空いてる方のドアを見てもらって、2位になるまで、待機するって感じで、多分戦ってくれると思うんで、あ、でもそう、ちょっかい出すとね、そう、来ちゃうんでね、そう。いや、でもうまいです、マジで。マジでうまいです。めっちゃいいっすね、そのジャンプパッド。そこでね、ジャンプパッドの判断、冷静にできるのマジででかいです。ニック会は、オクタンのね、能力でできるんで、先にシールドの方巻いてもらって、そうですね、グレを持ちましょう。いやー、上いいっす。上いいっすね、マジで。マジで一取り完璧です。あと2部隊ですね。あ、相手2人ダウンしてるんで、あ、めっちゃいいです、その爪。その爪めっちゃいいですね。あ、でも相手、赤シールドっすね。いや、頑張れ頑張れ。相手ね、ノックダウンシールド使ってきてるから、結構、相手の方が有利ではあるけど、いや、マジで、ナイストライです。いや、めっちゃいい。ありがとう。うるさ。ちょっと黙ってくれんか。味方を褒めてるつもりの、その、ノックダウンシールドあるんで、相手の方が有利っていうのいらないんだよね。自分で解説する。そう、分かってるんだけど、多分、俺のことを、しょうがないよみたいな感じで言いたいんだろうけど、戦闘中には言わないでほしいんだよね。なんか、相手の方がノックダウンシールド使ってるから有利、イコール、多分負けるみたいなことになっちゃって、モチベ下がるから、ちょっと言わないでいいみたいな。ノックダウンシールドあったから、厳しかったっすねって、終わった後に言うならいいけど、打ってる時に言わないでくれみたいな、そう、ノラをイメージしてやりました。
ほな、吸うてよ。ケアパッケージだ。いいね。え、なんか色かわいい。え、ウキウキする。飽き性の L。この新しいアップデートにずっと飽きずにウキウキし続けることができるのだろうか。なんか、付き合って3ヶ月目くらいの気分。エーペックス。めっちゃ楽しい。ねえ、次どこ行く？ねえ、原宿とか行ってみたい。え、声かわいい。え、ありがとう。でも実際会ったら多分ね、全然可愛くないって思うよ。そうなんだ。普段ってさ、どういう服とか着んの？アンクとか、シークレットハニーとか。え、めっちゃ地雷系のブランドじゃん。え、地雷系って言わないで。そういうね、可愛い服着るの好き。そういう可愛い服着て、それが似合うように努力して、可愛い自分になりたいなって思う。エルね、そういう子好き。あ、第三者出てきちゃった。イケカテヌシと、カワボナマヌシと、第三者エル出てきちゃった。自分のこと可愛いと思ってんだろ、どうせみたいなさ、言うじゃん。言うじゃん。偏見。言うでしょ。でも、その、自分可愛いと思ってんだろって言われるまでに至るまでの努力を考えたら、もう愛おしいんだよね。あん、別に自分のこと可愛いと思ってますよ。だってそれまでいっぱい努力したもん。みたいな。エレラ、自分で自分の性格どんなだと思ってる？なんか、ふっかるだし、誘ったら何でも来てくれるんだけど、それから先の関係になるにはちょっと時間がかかる性格。だからご飯行こうって言って全然行くけど、親友以上になるにはなんか結構時間と信頼度がかかるタイプみたいな感じですかね。でも親友にならなかったから悪いとかじゃなくて、なんか親友以上の関係が少ないだけで、別に選んでるわけじゃないし、みたいな。時間が、をかければ仲良くなれるみたいなタイプですかね。相手からグイグイ来られてもダメ。あ、でも全然グイグイ来てくれたら逆に助かるけどな。自分がいけない分。みんなそんなもんじゃない。あ、そうかな。じゃあ別に変わってるわけとか変なわけじゃないんだ。エレンの弱点知りたいです。キャッ！何？弱点？そんなものないです。え、何何？耳たぶとかそういう話？いやー！ドキドキしちゃう。あ、今の嘘なんですけど。弱点はですね、あれですね。エル、こう見えて、まあ、声とか褒められた時はでしょとか言うんだけど、自己肯定感そんなにないタイプなので、L のことを褒めちぎったり、あーもう好き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 だなー、大好き大好き、愛してる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 、あ、一緒一緒にいて一緒一緒にいてとか言ったら、L ちょろいので、全然照れるかな。褒めちぎることですかね。褒めちぎられたら弱いな。弱点。